札幌大通公園で事件発生。特別捜査本部はこの事件を指定暴力団極道会と香港マフィア龍頭との勢力抗争によるものと断定。今再び全国都道府県警察による一斉検挙作戦が始まる。
国一斉検挙作戦完了。日本全国縦横無尽に駆け巡り行われた大追跡劇は、闘志あふれる警察官たちの手で今回も無事解決した。しかし彼らに休息はない。続発する事件、多様化する手口、新たな凶悪犯罪から市民を守るため、全国26万人の警察官は今この瞬間も事件に立ち向かっている。